ちょっと歩いていきたいんですけど、ここは来たことなかったんですね。初めて、全く初めてですけど、すごい、めっちゃ参道長いじゃないですか。めっちゃ参道長いですね。すごいですね。いや、めっちゃ参道長いわ。最初の一の鳥居から参道長いな。松とか、松、この松とか結構大きい。めっちゃ高い松、めっちゃ高い松ですね。すごい高い。よいしょ。近づいてきたんですけど、この松がすごい曲がってる。これも曲がってる、めっちゃ。で、この松もめっちゃ曲がってますね。すっごい曲がってる。めっちゃ曲がってる。あ、すごい立派。ちゃんと提灯下げて。ほんまマジ知らんかった、ここ。こんなとこ初めて来た。あ、結構人いてる。結構人見てますね。今あちらで鏡を見せてもらって、ちょっと写真撮れました一応。はい、妙見の灯籠と一緒やっていう。あ、なにこれ、これ何、え、これあれ、これじゃん、湯の玉ちゃん、これ、これは鹿ですよね。え、ちょっと待って、湯の玉ちゃん、え、ちょっと待って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 、こっちは、こっちは、こっちは、あ、なんか消えてる、なくなってる。あ、でもこれ湯の、え、これ湯の、やっぱあれ湯の玉やったんじゃん。ここに入り口になんか大きい石碑がある。このね、石碑があって、
でちょっとこっち行ったら池の方にもう一つお宮があったんですよね。ちょっと行ってみます。あ、なんかね、こう橋を渡ってね、池がある。ちょっと池の水汚いけど、さっき亀がおった、亀さんいてましたけど、なんかいたあるやん、中にいたありますやん、中に。この花咲くや姫、品戸部の御事、市木島姫の御事、菅原道真公。ここ厳島神社なんですね。見立ててある。うわー、すごい、降る。うわー、ちょっとすごいな、すごい。うわー。